はい、Jチャンネル中です。皆さんお元気でしょうか。今日はね、ギター講座というより、まあ参考にしてもらったらいいと思う、なるかどうかわかりませんけど、タイトルもタイトルでちょっと無責任なんですけれど、タイトルから言うと、ギター上達おすすめはできないんですけれど、極端な練習も上達には役に立つ時もあると思うんですよね。だから例えばスクールとか行くと、やっぱりこうバランスよく教えてくれると思うんですけれど、例えばストロークってありますよね。ストロークやって、一般的な話をすると、ストロークやってアルペジオやって指弾きをやるとしたら、初心者の割合としたらやっぱり 7-3 ぐらいで、やっぱり指弾きの方が苦手という人が多いんじゃないかとは思うんですよね、見るところだったら。僕もやっぱり最初はそうだったんですよ。やっぱり指はこうすごい苦手だったんですけど、その時にね、とにかく極端な練習したんですよ。とにかく指しか弾かない、だからどんな曲でもストロークは使わない練習、1ヶ月ぐらい、もう何ヶ月もしたかな。そのおかげでこの指で弾くのが怖くなった、なくなったっていうか、あ、どんな曲でも指でも弾けるんだなというふうな感じができてきたので、それはそれで極端な練習をしたけど間違いではなかったなと。正しいかどうかはちょっと僕は分かりません、その人その人によるので何とも言えないんですけれど、まあ、1ヶ月もうストロークはしない、アルペジオだけ、指だけ、スリーフィンガーとか指だけいうのもまあ極端なんですけど、それで苦手意識が治るんならやってみる価値はあるかなと。例えばね、3日ぐらいはなんとかなるんですよ。1週間経ってくると、なかなかこう全然ストローク引かないっていうのもちょっとこうムズムズしてくるんですね。そこを乗り越えて2週間過ぎてくると、なんとなくこう慣れてくるんですよ。そこまでできるかできないかの話だけど、まあしたいかしたくないかでですけどね。だからそこらで苦手なことがあったら、コードでもね、Em7 フラット5なんかはやっぱこう苦手だったんですよ。もうほんとね、昔はお恥ずかしい話ですけど、Em7フラット5っていうのがありますね。これ Bm でやってたんですよ。Bm と Bm フラット7は全く違うんですよ。で、なんか違うけど、なんかこうちょっと抑えにくいなと。という感じでやっていたんで、もう結構めちゃくちゃやってた。で、この Bm7 フラット5がやっぱりどうしてもやりたいということになった時に、僕はどういう風にしたかというと、 Bm7 フラット5が入ってくる曲を作ったんですね。これがまた究極のむちゃくちゃですよね。Bm7 フラット5弾けないのに、この弾くために Bm7 フラット5のね、この Bm7 フラット5というのがね、もう名曲にちょこちょこ出てくるんですよ。これが弾けないと、これがね、もう曲にならないと、弾き語りにならないということだったので、じゃあよし、極端な練習で、じゃあ自分の曲で Bm7 フラット5ができる入り曲を作ろうと思って作って、で結局できるようになったという話なんですけど、だから Bm7 フラット5の弾き方もね、動画出してますので、よかったらこの Bm7 フラット5とかね、この難しい曲とかいうコードもありますけど、極端なことをやるというのも悪くはないですよ、悪くはないと僕は思いますよね。なので皆さんもしね、苦手なことがあったら、もうちょっと思い切って極端な練習やってみると。ストロークが苦手でね、カットが苦手だったらカットばっかりやる、でもうアルペジオが苦手だったらどんな曲でもアルペジオするんですよね。ストロークの曲でも、とにかくこのね、やっぱ極端な練習っていうのはやっぱありだと思うんですよ。ちょっと話はわからない人わからないけどね、モーグルってあったでしょ。モーグルで前も言ったことあると思うんですけど、モーグルの選手が練習するときに、デコボコね、こう降りるときにですね、デコボコを直角行する練習をするらしいんですよ。
そうすると凸凹を直角行に練習すると今度ターンの方が遅くなるので簡単なということを聞いたことあるんです。これもむちゃくちゃな話ですよね。まっすぐ降りていってグーッとやればターンをするときスピードが緩くなるんでそれがいいという、それも極端な練習ですよね。だから要所要所によって極端な練習っていうのは多分取り入れられてるんじゃないかと思うんですよ。あの初心者の方とかね、なかなか上手くならないとかできないということがあったらちょっと我慢して最低2週間からできたら1ヶ月極端な練習をやるのもおすすめはしませんけどトライをしてみる価値はあるんじゃないかと思って、ご提案してみました。よかったらやってみてください。 J チャンネルでした。